はい、あれです。八方尾根スキー場、5月3日、2001年、5月3日ですね、営業中止になりました。はい、中止決定です。10時までゴンドラが動かなかったから中止が決定されました。はい、今10時7分ぐらいかな。で、みんなどんどん帰っていきますね。はぁ、で、明日、4日、八方尾根ね、滑るところ、ゲレンデの模様とか映して動画アップしてほしいっていう方いますか。うん、今いたらのコメント欄に書いてください。で、ステアカじゃない、アカウントでコメント欄にね、明日の4日、八方尾根スキー場、ぜひ、ゲレンデの模様とか、アップしてほしいというコメントが3人、いたら、明日もちょっと今日どっかで車中泊して明日ゲレンデでね撮影しようかなというふうに思います。で、3人いなかったらまあ自分で決めます。どうしようかなって思ってます。せっかくさ、高速代、往復1万円、ガソリン代も、1万円近くかかってるか。で、編集しなかんのに、時間を割いてきたわけだし、で、使い捨てコンタクトもはめちゃったしね。いろいろもったいないから、だから、せっかく来たからね、滑りたいっていう気持ちもあるんだけど、時間がもったいないね。時間がもったいない。いや、明日までおると時間がもったいない。で、滑らないとお金がもったいない。っていう感じで、まあ、コメント欄に書いてください。はい。で、明日4日、明日がね、明日がチャンスだと思うんですよ。だから、明日撮影してさ、こんな感じですよ、って。で、言っても、5日まででしょ、営業が。で、5日は、また天候が悪くなるじゃないですか。だから、今後来る人のためという動画っていう意味では、あまり価値ないと思うんですよ。で、一応ね、9日まで営業伸びたけど、それ伸びた後に雨がバンバン降ったから、で、しかも天候が悪いんですよ。5日で6日、で、9日まで天候が悪いんですよ。で、天候が悪いとさ、ゴンドラ動かんじゃん。ってことは、5月の4日明日だけが八方尾根楽しめるチャンスじゃないかなというふうに思います。で、明日が最後なのに、明日アップしてもしょうがないじゃないですか。だから、撮る今、価値ないかなと思ってて。で、撮らない、滑るけど撮らないかもしれないしね。ちょっと迷います。だから、撮ってほしいって方、その動画、見たいなっていう方、例えば来シーズンのために、こういう、5月過ぎると、ゴールデンウィーク過ぎると、ゲレンデはこんな感じだよとかね、いうのを見たいでしょ。コメント欄に書いてください。はい。3人以上いたら、ステアカじゃない赤でね、明日まで残って、滑ります。まあ、明日中止になったらわからないですよ、それは。滑ります。で、なかったら、まあ、自分で考えます。迷ってます。ちょっと今。はい、そんな感じでした。はい。で、ここね、車中泊ね、どこにもトイレありません。1000円の駐車場4箇所、5箇所ぐらいあるけど、トイレは1箇所もない。で、ここの、閉鎖したら、トイレは閉まります。で、トイレはどこかっていうと、ずっと離れた第3駐車場ですね。第3駐車場っていうのは、この山を越えて、町があるんだけど、町の向こうでです。向こう側です。すごいよね。そこまで歩いてくる人おるんだからね。その代わり無料です。その代わり、車中泊禁止。で、トイレはある。っていう感じですね。で、第60駐車場は、もう遠いです。で、トイレは見た感じなかったですね。で、無料です。で、クソ遠いです。はい。ということで、八方尾根スキー場、5月になると、トイレ、駐車場、ゴンドラ、めんどくさいです。という感じでした。はい、じゃあ、コメント欄に書いてくださいね。で、その後どうなったかとか、そういうのも、コメント欄に書きますんで、ぜひ見てください。はい、じゃあね、チャンネル登録よろしくお願いします。僕は、高須のパークとダイナランド中心なんですよ。そこばっかり撮ってます。で、来年、のためにね、来シーズンのために、高須とダイナの情報を知りたい方、ゲレンデの模様とかね、知りたい方、チャンネル登録しておいてください。じゃあね、バイバイ。